はい、じゃあ改めまして8080インディーゲーム沼です。今日もアノミューテーションネームの続きをやっていくんですが、前回アレン博士の施設で謎のボスを倒しました。地下に進めるようになったので、地下にいる謎の組織のところに向かいたいと思います。いよいよ物語も終盤かな。この先何があるのか、ストーリーどうなるのか、めっちゃ楽しみだわ。サブクエストの動画はねちょいちょいやってるんで、動画は別途出したいと思っています。この実況配信ではね、しっかりとメインストーリーの方を進めていきます。博士のそばに右上行ける道がある。みんな死んでる。どうした。とりあえず右行ってみましょうか。飽きそうだから。あ、ボイスメモ。何かを探しているようだ。ライエン、彼らを追ってみよう。もしかしたらこんなとこまで来てるのか。 N540 をもっと早く見つけられるかもしれない。よくここに忍び込んだな。あ、実験基地に到着した。誰だ、武装した。ターゲットを抹消する。おいおいおい、任務開始だ。やばいぞ、武装した集団がいる。アクセス権限がない。ここはじゃあ進めない。こっち行ってみましょうか。上側開いた。動くか。あ、動く。おお、手前にスライドしていくとは。かっこいいなこの演出。廃棄されたメモリスターか。左は進めないからまっすぐ。とりあえず右行ってみよう。武装した兵士が来た。ヒューマンタイプか。おっと、危ねえ。舐めないで。こっちとらかなり強くなったよ。緊急セキュリティシステムだと。やばいのが、わわわわわ、すげえ来た。でっかいのもいるわ。中世の騎士みたいなやついる。おっと、受けとこう。あれ、いっぱい出てきたやつはどうした。危な、こいつ闘技場で戦ったな。あう、しまった。危ねえ。攻撃パターンがある程度分かってるはずだからこいつは。危ねえ、ちょっと待ってよ。うい、ちょっとスキャンしよう。ケイ来た。マジかい、悪いけど、うん、悪いけどやらしてもらう。一気に決めさせてもらう。 OK、 まだ来たか。危ねえ。うん、くっ、悪いな、死んでもらう。ケイ倒した、ようやく倒した。でどうなる。あのお猿さん出てきた。猿、率直な感想言ったね、あやねちゃん。え、1くれんの。めちゃくちゃ罠っぽいぞ。実験基地 B エリア一級権限カード手に入れた。全部何か変だよ。全部変だよ、完全に。の情報をくれるし、私たちが来ることも知ってたみたい。本当だよ。あ、三級権限カードが必要だって。マジかよ。断言できないけど。なんで一級があるのに三級はあかんの。
で、こっちも行けるのか。アンロックできるようになった。何今の？何赤いの？あの赤いのなんだ？ここを普通にジャンプして越えていけばいいのか。下か。下でいいのか。いや戻れないな。こっち行くしかないのか。まさか戻れないパターン。すごいところに下ってくな。下ってくでいいのかこれ。ここ、うわ、ちょっとちょっと、うわ、なんだよこの基地、なんでマグマなの。冷静になって、うわ、暗い、落ちろ、悪かったな。すごいところ登ってってる。 K、 普通の従業員どうやってここで過ごしてるの。突っ込んじゃいけないことだったかそれは。うーい、ここでどうなる。右に進んでいくでいいんだよね。上に行く、右に行く。とりあえず扉には着いた。なんだ上走ってるやつ、追われてるライエン、もしかして。とりあえずいろいろ探してみよう。マジで何があるか分からんからな。誰かいる。めちゃくちゃ笑ってる。やばいよ。精神状態やばい。ダーリン、データ送信機能切った？データ送信機能？なんだろう。さっきからグルームデータの取得に、グルームデータの取得にずっと失敗してる。ここか、まっすぐ行けばいいのか。おっと、危なー、うわ、お前らか、うん、危ねえ、割ろう、弱くなっちゃうけど割ろう。こいつか。こっち行けない。うっつ、危ねえ。で、来た。これで上に行ける。違うらしい。ちょっとね、ジャンプが出るのが鈍いよね。特にこの端っことからジャンプしようとするときつい。届かない。こっちからか。で、届かない。OK、いった。で、こっちか。いや、すうわー、すごいところ登ってくな、マジで。ふう、厳しい、危な。 OK、 あの邪魔なドローンがいなくなったから。うう、また来た。うう、
ケイ壊した。こいつらロボットか。ケイ、いやー結構ダメージ食らってるよ、そのモブ風情から。またデータか、また音声データか。絶対見つかりっこなかったのに、どうして見つかってしまったんだ。俺は隠れることにした。遅かれ早かれ見つかってしまうかもしれないけど、生きていたいと思う。俺はライエン、俺は俺の家族を愛している。いや、そんなの残してる暇はあんのかい。ライエン、どこにいるの。落ち着いて。さあどっちだ。こっちか。こっち開かなそう。2級権限カード、今1級でしょ。デンジャー、なんかやばいことになってる。この人は赤いボールのモンスターに。わからない。さっき何を拾ったの。2級権限カード1枚。 OK。実験基地 B エリア、2級権限カード手に入れましたね。おお、こんなところに。はい、お前すごいな、いろんなところに忍び込んで。おお、トウモロコシジュース台があるぞ。いや、お金全然ないよ、ほんとにマジで。お金どうすれば手に入るの。雑魚敵倒してお金が手に入ると助かるんだけどね。ここオンにすると何が起きた。特に意味はない、もしかして。でこのピンクのカード、2級権限で開けられるのはピンクのエリアみたいですね。なんだろう、ボスか。もうボス。オーシックス実験体と接触。おいおい、プロジェクト D1067 閉じ込められた。なんだこいつ、速え。うわ、あー、しまった。うわ、ああ、死んじゃう死んじゃう、まずいまずい。回復したいんですけど、危ねえ。うっ、なんでそっちからやってくるの、あなた。危ねえよ。うわ、鬼っすか。これ食らっちゃうんだよな。いや強すぎだろ。なんだこいつ、早くて全然捕らえられない。どうすりゃいいんだよ。くっくっ、危ねえ。でこれやった後もこれできないしな。全く当たらんしな、これに関しては。うう、後ろに回れてる。うわぁ、くらえ。ね、背後に回られてる。
怖いよお前。くう。ああ。ここには当たんないんだよな。くっ、打ち負けちゃう。うわ、きゅっ、くそ、死んでくれ、ここで。K!K! やった、ようやくやった。なんだこいつマジで強すぎる、動き早すぎる。データ採取完了。データ採取完了だって。第二任務開始。第二任務何なの、何が目的なの。第三任務第三任務。装置授受。資源部に変え。あ。オーシックス実験体の能力で。何置いてたんだろう。任務完了。あいつの役割は監視？わからない。とにかく行こう。ギルセイン。なんでこれくれたんだろう。いやとにかく強すぎたよ。ギルセイン。獲得後、特別な壁に触れると登れることができる。あ、これか。これか。ようやくこれを手に入れることで、こうやって登れるようになるんだ。いや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 。めちゃくちゃ強かった。もう、二度と出てこないで。強すぎるから。お願いします。二度と出てこないで。なんだ、またイベント。なんでこの基地に関する情報何も見つけられない。なんかちょっとセントラルドグマみたいになってきたな。ここ一体何をするところなの。あ、こんなところに宝箱発見。はい、じゃあ今回はここまでで止めておきたいと思います。いや最後に出てきたあの未知の女、動き早すぎる。捕らえるのがめちゃくちゃ大変でした。あのミューテーションネーム、これからも続きやっていきますので、よかったら最後までお付き合いください。高評価、チャンネル登録、コメントなどでの応援もお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。